それではここでですね、この A 組のボールからスタートいたします小辻選手にお話をお伺いしていこうかなと思うんですが、よろしいでしょうか。心の準備はできてましたか？それでは今の意気込みをお聞かせください。いや、もう予選でボール取れたんで、はい、もう十分です、うん、もうお腹いっぱいです、まあ、予選もね、かなり接戦だったんですけれども。そうですね、まあ、まさか取れるとは思わなかったです。後ろからやっぱりね、予選と同じようにね、接戦の同じぐらいの速いドライバーたちも後ろからたくさん来て、来ると思うんですが、スタートはどんな風に見せたいですか？まあ、よくシグナルを見落としちゃうんで、見落とさないように一番前なのに見落としますか？結構やるんです。それちょっとぼーっとしすぎちゃうかなという感じがするんですけれども、今回見落とさないようによろしくお願いいたします。はい、頑張ります、はい、頑張ってください、まさかのシグナル見落としとかいうことでね、すごい波乱の展開になるかもしれませんが、では続きましてセカンドグリッド、これからスタートいたします、長谷川香織選手にお話を伺いたいと思いますが、すごいですね、やはりね、今回もやってまいりました。セカンドです、意気込みをお願いいたします。楽しんできます。はい、もう楽しんでいるような感じじゃないですもんね、もう本気で来てますもんね。ちょっと怖い。はい、勝てそうですか？頑張ります。はい、前のポールの小辻選手も結構余裕な感じがするんですが、それを見てどう思いました？早そうですよね。はい、もうね、頑張ってレディースドライバーの意地を見せていただきたいと思いますが、はい、お願いします。はい、というわけでですね、長谷川香織選手にもお話を伺いいたしました。はい、それでは続きまして、3番グリッドからスタートいたします、長澤航選手にお話をお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。まさか来ると思いませんでした？どうでした？はい、では意気込みをお願いいたします。3番グリッドからのスタートになりましたが、どうでしょうか？すごく眠いです。朝早かったですか？愛知から夜な夜な車を走らせてきたんで。あ、何時間ぐらいかかりました？あ、でも思ったより遠くなかったですね。3時間、うん、4時間くらい。4時間、まあ、それでもね、寝ました？昨日、寝てないです、徹夜です。お酒飲んでないですよね？飲んでないです。あ、よかったです。はい、放送できないところでした。別にオンエアに載せるわけじゃないですけれども。はい、3番グリッドからのスタートということになりましたけれども、長澤選手は愛知県からね、遠いところから遠路はるばるありがとうございました。頑張っていただきましょう。では続きまして4番グリッドです。はい、やってまいりました。下向きましたね、足立敏郎選手ですけれども、一言意気込みをいただいていいですか？若い者には負けんと頑張ります。はい、はい、前の3人見ておりましたよ、年下ですよね。いや、同い年ぐらいと思います。はい、今ちなみにおいくつということになりますか？48です。48歳。はい、あ、でも若いです。まだまだね、はい、ジェントルドライバー代表ということで頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、お仲間も見てると思いますが、プレッシャーはないですか？あ、もうプレッシャーかかってるんですけど、はい、もう負けじり頑張ります。はい、わかりました。ありがとうございました。4番グリッドからスタートを切りました足立敏郎選手にお話をお伺いいたしました。では最後になりますが、5番グリッドからスタートになります前村悟選手にお話をお伺いいたしましょう。それでは一言意気込みをいただいてよろしいでしょうか？ちょっとでも看板見せられるようにセールスに貢献したいと思います。なるほど、わかりました。それはやっぱりカメラさんにバッチリアピールしていただいて。はい、これ新品ですか？すごい綺麗ですけど。クリーニングして。あ、なるほど、はい、大事に大事にねされてるんですよね。やっぱり看板を背負っていくとすれば、優勝するのが一番目立つんじゃないかと思うんですが。ノーコメントで。はい、見せる走りをしたいと思います。なるほど、わかりました。前に読んでありますけどね、頑張ってスタート切ってください。ありがとうございました。5番グリッドの前村悟選手でした。ありがとうございました。それではそろそろスタートということになります。